小学校ぐらいの時にこう店のバイトを作って月に、まあ、7、8万稼いでた時期があったから、最悪、まあ、そこに戻るだけでしょっていう ADHD20 代男です。毒親、貧乏、友人の死、親の癌など乗り越え、奨学金で早稲田卒業、大手インフラに就職しました。社内で評価されていましたがパワハラ、今までの人生に使われ ADHD が原因でうつ病になり退職。わー大変。個人の力で生きたいと思い個人業を教わり始め、この調子なら年内に前職を超える月収を狙えると師匠に言われてますが、うつで自信がなく不安です。だって武井さんは下積み時代に将来の不安とどう向き合いましたか。だってまあ俺は全然うつとかなったことないから、正直その心がこうダウンな状態でこう何もやる気が起きないとかそういうことほとんどないんだけど、生まれてきてから落ち込んだ時期とか、なんだろう、辛かった時期とかいっぱいあるけど、まあ常にそういう時も勉強したりトレーニングしたりとかこうやることはやってたんで、全然俺はそのうつ的な要素は自分の中にはあんまりないなっていうふうに感じてるけど、まあそれでも下積み時代にすごく将来の不安とかは感じなかったわけじゃないです。正直ね、感じなかったわけじゃないけど、だけどあれなのよ、なんかさ本当に、まあ、幼少期の体験でさ、まあ、両親が家にいないとかいう中で、まあ、ご飯も出てこない、なんだろう、洗濯してくれる人もいない、なんだろうな、褒めてくれる人もいないみたいな暮らしがデフォルトだったから、なんか当時まだ小学生だったし、全然力もなくこう社会で生きていく術も全然目の前に誰か提示してくれるみたいなことはなかったんだけど、でもさ、すごく幸運なことに日本の東京っていうすごくね、人もいっぱいいて、いろんなことがお仕事になる街で生まれたことによって、なんか自分の頭でその周りの街を見て、誰かが困っていることないかなとか、誰かがこれをやってくれたらちょっとお金払ってもいいんだけどなみたいに思ってることないかなっていうのを見回して、まあ自分でそのお店のバイトを作ってとかして、月に、まあ、7、8万稼いでた時期があったから、まあ、それで最低限の暮らしはできたし、みたいな、それを小学校ぐらいの時にこう経験してたから、なんか、最悪、まあ、そこに戻るだけでしょっていう、どんな人生失敗しても、仕事やんなくても、就職してなくても、なんか大した人生じゃなくても、まあ、最低限の生活費を、この日本で稼ぐっていうのは、仕事さえ選ばなきゃ何でもできるし、最悪世の中にある仕事が嫌だったら自分で考えて、なんか最低限のね、ご飯食べられるようななんかありゃいいやってちょっと思ってんのよ俺。だからもうなんか基本諦めから入ってるから、そんな希望満タンでこう何か人生にずっと向き合ってきたってわけでなくて、最初からもう、まあなんかあったら元通りになるだけだっていう風に感じてたので、子供の頃のあの暮らしに戻って、ゼロから楽しみはいいやっていう風に思ってるんで、明日身ぐるみ剥がされても、まあしょうがねえやってちょっとずっと思って生きてきてたので、下積み時代に、やっぱり周りの大人たちが仕事し始めたり、社会の歯車になって働き始めたり、ね、大手、ね、なんか電通だとかさ、いろんなそういう大手の企業でいっぱいみんな働き出した時期があって、やっぱりみんなさ、スポーツで優秀な仲間多かったから、すごいみんな世の中に求められて、なんかいい仕事に突き出した時は多少焦ったけど、おやべえっつって俺だけ、全日本のチャンピオンで俺ぐらいじゃねえか、こう無職で30代を過ごしてるのってと思った時は多少焦ったけど、まあでもさ、そういう時こそさ、まあロイターとかさ、なんかそういうさ、海外のいろんなさ通信社あるじゃん、アルジャジーラだとかいろいろあるじゃない、そういったところのニュースとかを見て、日本以外のアフリカのさ通信社とかの
ニュースとか見てさ、やっぱり地球の自分以外の人間が住んでる場所ってどんな暮らしをしてるんだろうっていうのをすごいその頃調べたのよ。調べたっていうか、まあ、ニュース見たのよ。いっぱい見たの。うん、そしたら、まあ、俺らがさ、感じてる不安とか、なんだろう、そういうことってすごく、まあ、豊かな国のインフラに支えられて、あの、高度なところで不安を感じてるから、生き死にの不安はまずほとんどない。で、飢餓の不安もほとんどない。ただ、貧困の不安は多少あるっていうね、そういう状態だったから、まあ、最悪生きて、あの、飢餓にならないんだったら、まあ、なんとかなるわって思ってたんで、うん、だからなかなかそういう気持ちにはね、皆さんがなれるとは俺は思わないけど、でもさ、なんか、そんな不安でさ、もうやる気なくなって、こう、鬱だって感じちゃうよりさ、もう諦めちゃった方が早いやって思うよね。だから、最悪失敗したら、子供の頃の何にもなかった自分に戻るだけだから、なんてことねえやっていう。あの頃の自分でも飯食えたんだから、今の自分で飯食えないことないよ。っていう、はい。そういう、諦めで、まあでも、一発勝負して、自分の人生一回しかないから一発勝負して、最高の場所まで一回山登ってみっかっていう気持ちだったから、周りの人たちが、なんだろう、もう山の高さが見えてる山に突入していって、どんどん登っていくのを見てて、でも頂上見えてんじゃんつって、あそこの頂上行ったってあんぐらいなんだから、頂上見えねえ山前にあんだから、こっちの山誰も登ってねえんだから登っちゃえばいいやっていう。うん、でも、武井さん、まだ全然登んないねとかさ、まだすごいあの、すげえ武井山目指す言って、ずっと裾野にいるじゃんとか、ずっと樹海で迷ってんじゃん、あの人って、すごい言われてたけど、でもその樹海の先に最高峰の山があるっていう、なんか、そこに向かっていってるんで、まあ、今もそういう気持ちなんで、全然不安がゼロとか、そういうこと全くないけど、うん。でもやっぱり登ってる山は、最高の高さになってるって思ってるから、その高さのところに毎日一歩ずつぐらいでもちょこちょこ登ってれば、そのうちさ、見えてる山登ってた仲間より高いところにいたりとかしたこともあったんで、なんかあんまりそういう不安と向き合うよりも、なんか不安の先の諦めた、もうこれはしょうがねえやって諦めたところ、例えば仕事がなくなった、お金なくなった。じゃあこの国でどんな暮らしが待ってんだろうっていう。そこを一番最悪の場所を想定して、そうなったら自分ってどうやって生きていくかなとか、一回考えてみたら、意外と今は悪くねえなとか思うから。難しいけどね。なんか、でも何でもいいんじゃねって俺、基本ちょっと思ってる。もう生きてるだけで結構もう、ハッピーだから。ニャンズさん、こんばんは、お疲れ様です。ありがとう。難しいよな、人生な、不安と向き合うのはな。みんなそれ苦しんでるよな。しょうがねえ。